レディオアクアス、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 エイト、ドゥア。週末イベント情報局。はい、こんばんは。こんばんは。はい、7月26日金曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。栃木県は那須塩原市にあります、ソースリスクエアアクアスよりお送りするアクアス8の中で、ね、今日は週末イベント情報局ということで、栃木在住10人目、女子高生150万人アイドル、私、次郎と。はい、次郎の嫁になりました。夏子と。と。高井です。ハムです。はい、4人でお送りします。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで今日は週末イベント情報局なんですけど、なんか大変な発表がありましたね、今ね。何か言いましたね。ね。はい、自分の。自分で言わなくてね。はい、私、次郎と、お隣ります、夏子さん。はい、7月19日に入籍いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、これからも、夫婦で頑張っていきますので、よろしくお願いします。お願いします。こんな感じで、皆さん週末どんな風に過ごしてますでしょうか、ちょっと話を持っていくわけ。え、何、もう終わりですか。それについては。あ、それについてはね。あ、はい。どうしようか。今週会社は夏休みだったんで、福岡の方にね、一応まあ、うちの両親に紹介に行ってまいりました。で、ありがとうございます。で、飛行機で飛んで、5泊6日、結構長かったね。うん、長かった、ね、うん。で、友達の家に1泊、うん、実家に3泊、ね、で、ホテル1泊と、そういう感じで、遊んでまいりました。実家は福岡県の行橋というところでして、Facebook の方にも上げておりますが、田舎町でございます。その中で、まあ、ちょっと馴染みの喫茶店とか、なんか、最近オープンしたショッピングモールとか、ね。面白かったね、夢太郎ね、うん、夢太郎は何でもあるんですよ、なんだっけ、服から、そう、なんか、ショッピングモールみたいな、センター何もうベルモールとかみたいな、そういう感じのそんな感じの、ね、ああいう、ね、なんかパワーストーン屋さんもあったね、あった、あとハンコ屋さんもあって、うん、ありました、あと占いもしてもらったね、占いもね、してもらったね、あれ、市中水泳だっけ、そう、市中水明って言ってた。ね。うん、とか、いろいろ。でも、うん、なんて言うんだろう、それね、結構遠い場所だから、うん、あんまり、まあ、行ったことないと思うんですけどね、まあ、奥さんの方、うん。それ、ご主人がこう生まれ育った町並みを見るっていうのは、なんか、すごい楽しくないですか？そう、でもなかったのかな固まっちゃったよ、まあ、車で動き回ったもんね、そうだね、なんか不思議な懐かしい感じがしたっていう、不思議なデジャブ、デジャブ、 うちの母の田舎が三重県だったんですよ、うん、で子供の頃に行ったことがあって、うん、なんか街並みが少しその頃見たところに似てた感じがあって、三重県も海と山が近いもんね、そうだね、そうだね、うん、まあでも本当はね、うん、前世でも結ばれてたかもしれないですよね、そうだろう、多分ね、はい、というわけで、まあ、そんな私の仲間軸足と、それからあと博多の夜もちょっとね、屋台行きまして、はい、あー、ね、そうだね、ラーメンとか食べたりしてね、うん、いろいろ盛り上がってまいりました、うん、そんな感じの5泊6日でございました、はい、じゃあちょっともうこのクソ暑い時期にね、はい、暑い話聞かされちゃったんで、ちょっと、はい、ラードでも聞きましょうか、ここで ね、曲ね、はいはい、ラードの180をどうぞ、どうぞ、激しく立候元気ないやつはそこロコバカになってハッツアップジャンピン抜きてやつは抜いたらいいじゃん考えたって進みやしねえじゃん一切合切全て委ねてとにかく騒げて声上げろ Let it go, let it go
マイナープライド華麗にバイバイ縛るもん必要ないせいけまだいけるせいけその調子考えてるだけじゃつかめないとりあえず動き出そうよ諦めるのはいつだってできるはい、お送りしますのは、ラブで180でございますが、ね、なんか今ちょっとこう、歌の間にこちらで漏れなかった話が、飛行機の中のね、はい、お話で、でまあ、行き帰り、全日空の、まあ、福岡、羽田の往復を使ったんですけども、まあね、機内では飲み物がフリーだという話をしまして、うん、種類が結構豊富で ね、うんうん、なんかビーフコンソメスープとリンゴ、リンゴとコーヒーもあった、ね、コーヒーもあった、うん、コーヒーアイスホット選べる、うん、うん、オレンジもあったかな、オレンジもあってあと抹茶かなんかあった、あった、ね、なんかパウレで5種類から5種類からっぱりだよね、そうそう、でそれを、まあ、あの離陸してでこう水平飛行に移ってで、そうするとベルト着用のサインが消えて、うん、そうすると、まあ、ベルトはみんなしてるんだけどもあのキャビンアテンダントさんがこう配ってもらってで飲み物どれがいいですかっつって、そう来てくれんですよ、ね、うん、あ JR みたいなのこう売りに来るわけじゃないんですよね、そうそうそう、フリーで、であのでそこで座席の前にポケットがあって、ね、まあ、うん、前の人の背中だけどポケットがあってそこにこうカタログがあって、うん、でそこでこうあの無料のドリンクも選べるし、あとこう自分その場で購入して食べたりするおやつも、うん、売ってるんですよね、うんうん、でそれで芋っころ、そう芋っころ芋っころ、あそっかそっか、そうそうそう、その話を、そう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 、美味しかったですよ、美味しかったですね、あのなんかこう四角、うん、ね、まあ、そうなんかあのお札どきってやつ、あ、はいはい、スナック、うん、あれをなんかキューブ状の四角い、うん、塊にした感じ、うん、でサクサクするんですよ、うん、で味がさつまいも味と塩味と塩バター味があって、ね、うん、美味しかったよ ね、うん、でそれを食べながら、行きはリンゴジュース2杯とビーフコンソメスープ1杯もらって、うん、で帰りは、ビーフコンソメスープ2杯もらって、2杯だっけ、あと3杯になった、3杯だっけ、うん、で僕は多分ビーフコンソメスープ1杯とリンゴジュース1杯で、そう、3杯、うん、まあそんだけおかわりする人ってなかなか多分いないと思うんですけど、まあ場合によっては私たちだけだね、おかわりの人カーって寝てる感じの人が多かった、そうそうそう、寝てたみんな、うん、そうか、なんだろう、出張とかそういうビジネスマンとか多いんですかね、多いですね、やっぱスーツカードの人すごい多かったですね、まあ、平日でもあったからね、あ、うん、ですね、うん、ちなみに福岡行きの飛行機って、まあ、普通に買うとなんか3万7、8千円するんですよ、確か、飛行機3万7、8千円で買っちゃうんですか、うん、いや、買えない買えない座席1つチケットね、3万7千円で、それがあのなんかあれ、まあ、ツアーで組むとなんかあれなんか JTB とか多分ああいう会社のツアーを選ぶと、ですね、往復ででホテルもついてで3万7500円とか安くなるんですよね、うん、そうそう、なのであの皆さんもこうそういう旅行するときはちょっとそういうツアーをチェックしてみると面白いと思います、多分シーズンとかもあって今回選んだやつは多分2週間前ぐらいに申し込まないと間に合わないやつのはずなんですけど、うんうん、ぜひねあのお安いパターンがいろいろあるんで、うん、ね、あと、うん、あと株持ってる人は株の収入体験とかああいうのも使うとまた安いらしいので、うん、いろいろそういうのをチェックしてみてはいかがでしょうか、うん、ありがとうございます、ちょっと情報番組っぽくなったでしょそうですね、なんか妙に熱さは感じますけどねじゃあ普通のイベントの紹介をいくつかいきましょうか、はい、まずは、まずは誰から、明日、明日、明日、
このレソスイスクエアアクアスがあるね、周り、うん、周りでもないのか、うん、ここから JR 西那須野駅までの間が大騒ぎとなります。なりますね、はい、はい、第30回西那須野ふれあい祭り。あ、もう30回なんですね。30回、すごい。僕が生まれた頃から始まったんですね。もっと前じゃないですか。あ、そうですか。あ、嘘、もっと前だったっけ。もっと後は、はい、生まれた後は27日の土曜日、はい、午後3時から9時、そして雨天の場合は翌日の日曜日に順延となります、うん、今年は3年ぶりに神輿が復活。そう、そして去年までですね、プレイベントとして前日とかにやってた疎水レース、うん、こちらの方が本祭に、まあ、本祭ってあの妻の方の本祭じゃないですよあのね、1日で、うん、2日間でやってたのを1日でね集中してやるということで、これはちょっとこう会場が結構広いんですよ。広いですね、うん、もうなんだあの予定表を見て、うん、あ、この時間こっち、この時間こっちとかね、もう駆けずり回らないと見られないような、お祭りとなっております。ちなみに疎水レースとは、疎水レースは、うん、あのまあ、疎水を、うん、まあ、かたどってないな、なんていうんだろう、まあ、疎水のイメージで水を使って、まあ、水を運んで、うん、まあ、那須野の大地のね、あ、今日いねえや、誰も。あ、そうでしょう。そんな感じですよ。そうですね。はい、見てください。はい。イベント一覧の主なイベント、簡単に言ってきますと、グルメ祭り、うん、3時から9時、桜通りまで言わなくていいな。金目町通りイベント、小学校ご敵対、小中学校ブラスバンド、餅の木、あ、違う、月の木、餅つき歌。早口言葉かい、これは。疎水レース、ヒップホップダンス、チアリーディング、保育園の花笠踊り。あ、これかわいいんだわ。あの、保育園の先生がね。保育園先生。先生か。あ、すいませんね、ちょっと個人的な。よさこいのホースです。はい。よさこいソーラン、三島お囃子、疎水太鼓、仮装大会、みこし、流し踊り、実習イベントとなっておりますけれども、その中の、金目町通りのイベントの中で、はい。金目町通りというと、そのイベントの会場となっているので、はい、一番こっち側、西側の方かな、疎水スクエアアクアスから、一本、二本目の通りなんですけれども、そこを金目町通りというんですけど、そこであのいろんなイベントが同時開催される感じなんですよ、ふれあい祭り、うんうん、その金目町通りのところで、お金屋酒店さん、あの真ん中のあたりにね、こう立派なお店が前でね、うん、あるかな、そこの斜め向かいのあたりのガレージのところでですね、うん、篠原さんのステージが、うん、イベントが、あ、そこのステージが4時からなんですけれども、篠原さんが5時ぐらいと7時ぐらいに登場するということでね、うん、近くの方はね、もうすごい超お得なステージですね、それはね。そうでね、多分、うん、もしかするとこれあれですよね、茶の間で、うん、その場でひっくり返りながら篠原さんの歌が聞こえてきちゃうという方もいるんでしょうね。ああ、そっか、それすごいですね。あえて会場に行かないで窓だけ開けて、なんかこんな感じでこう聞こえてる、そうね、一回やってみたいですね、それね。そうですね、あそこでやってるみたいな、うん、興味ないって感じですけどないですよ、そんなことない。はい、ということでふれあい祭りでした。もう一つ結構明日の情報が多いんだよね、うん、明日たくさんあるぞ、うん、どちらから行きましょうか。どちらからでも、あ、じゃあ、うん、ね、じゃあ、明日と、はい、明後日と、2件情報が入っていますが、ね、あの地元で活躍するミュージシャン君島大輔君のライブ情報、ね、はい、7月27日土曜日、栃木県大田原市、バーダウンタウンですね、皆さんご存知でしょうか、金道路から野坂街道を200メートルぐらい行ったところですね、はい、で、場所は栃木県大田原市 1-9-1、 18時30分オープン、19時30分スタートということで、出演が芝&今部、この福岡出身のですね、ギター弾き語りの芝がまたやってきます。そして八代敦、
はいはい、はい、そして君島大輔とこの3組になっております。これ八代さん今回はソロですかね、ひょっとしての名前はチャボにあってないですね。ね、ああ、うん、なるほど、ね、多分ソロで出られるんでしょうね。彼の弾き語りも非常にこう楽しみでございますね、はい、というわけで、チケットで3000円でドリンクとフリーフードがついているということで、あ、これ食べ放題かしら、かしら、うん、ドリンクとフリーフードということになっておりますね。なかなか楽しみでございますね、はい、バーダウンタウン、あの駐車場もね結構広く取られてますんで、車で行って飲んだら代行で帰るというね、なかなかこうそういう格好もありではないかと思います、はい、お時間が18時30分オープン、19時30分開演ということになっておりますので、ぜひね、明日の土曜日です、はい、大田のダウンタウンの方へね、金島大輔くん、八代淳さん、芝今部ね、この3組見に行ってください、よろしくお願いします。そして金島大輔くんのライブ情報もう一つあります。おお、もう一つ、はい、本当かなこれ、栃木県宇都宮市本当かなって何だったんだ、いや健康レストランネペンテウィズグロースリングというなかなかおしゃれな名前の、ね、健康レストランだそうです。似合わないなすいません、場所の詳細が宇都宮市西宮 1-16-12、ですございます。グロースリングね、ネペンテウィズグロースリングという、で時間が18時から、こちら、チケット代2000円で、食事と2ドリンクついてるそうです。なかなかお得ですね、とか、もう晩ご飯食べに行こうかっていう感じでライブが見えるのではないでしょうか、出演は、君島大輔、それからミートボールアドベンチャー他となっております。はい、はい、はい、これは、日曜日ですね、はい、うん、夜18時からでございます。宇都宮の、健康レストランネペンテウィズグロースリングというところでございますね。ぜひあの、まあ、大田原西那須の界隈、あるいは、ね、宇都宮のお住まいの君島大輔ファンは、ね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか、はいはい、というこのライブ2件のご紹介でございます。そしてそして遠いところになりますけれど、うん、ん、東京横浜、はい、東京横浜、ん、何があるんですか。あ、これですね、ですね、これ大丈夫かな、一般の方入れるかどうかよく分かっていないと。あ、そうなんだ、はい、ですね、多分身内の飲み会ですが、そういう形で、はい、夜行慶応学部、新年会というタイトルでございます、うん、この時期に新年会があるということで、うん、場所がですね、あらあらあら、というわけで身内の飲み会でございます。吸引がですね、2年半ぶりぐらいにステージに上がりますので、はい、ぜひあのこれ当日のビデオ撮るかなどうかな、はい、Facebook で私の方が情報アップしますので、ぜひぜひ、はい、あの今週ね、うん、私吸引の話を3人ぐらいから聞いたんですよ、はい、これは何かの巡り合わせなんですかね。あ、そうですかね、吸引ですか。だってここら辺であんまりそれを話題にする人っていないですよね。だって今ご覧になってる方がキュインって何だっていう話なんですけど、キュイン、あの私次郎が所属しております、神奈川の方に、神奈川の方の軽音楽部に、所属している5人組のバンドでございます、はい、かっこいいんですよ、うんうん、はい、ギター2人と、ベースと、キーボードとドラムという5人編成で、ギターの2人が交代交代でね、あ、僕もギターなんですけど、ボーカルを2人で交代交代で撮ってるという、はい、バンドでございます。まあ、その一人はね、今日、うん、某あるところで、うん、あの、くまちゃんという女性の方に吸引の話をいきなり出されまして。へえ、くまちゃん。くまちゃん。あ、そうですか。料理の料理の女性、くまちゃん。はいはいはい。で、あの今週ライブあるみたいですよとかって言ったら、うん、あ、そうなんだとか、あ、そっから話してたんじゃないんだと思ったんだけど、嬉しいですね、それね。あ、多分 Facebook をご覧になってくださってるんですね。ああ、そっちからか、はい、ね、はい、ありがとうございます。じゃあ、あ、また明日の情報がまだね、ありますね。はい、ありがとうございます、はい、横沢マルシェ山の修練ですね。那須のニキクラブさんの近く、うん、アートビオトープ那須さんでやりますね。はい、ちょっと顔赤くなってますね。
本人だいぶ緊張してますなんかね、いろいろなんかやるみたいなんですが、うん、音楽、うん、あ、これ横澤マルシェライブ入場無料ってなってますね。はい、で、9時から1時までオーガニックファーマーズマルシェというものをやっていて、11時から夜の10時までフードマルシェというのがあって、音楽が7時からになってますね。はい、で、なんだろう、これはこっちかな、ん、食べ物とかの食べ物ですね。食べ物の方に、はい、あの高山さんちでとか、あとブラピさんとか、あとアトリエユーさんとか、あとレッツさん、28日かな、レッツさんも出店するみたいですね。おお、あ、じゃあ各日によって出店する。そうですね、27、28、29って3日間やっていて、うん、それぞれに出店者がいるみたいで、うん、ね、行ってたらいいじゃないでしょうか場所、住所は、違う、あの住所は、はい、そうですね、栃木県那須郡那須町高久乙道神っていうのかな、どこ、あれ道神ですか、道場ですかね、道に上って書いてます、道の上、はい、2294-3 ですね。ホームページもあるみたいですよ、行った方がいい。うん、http://www.schulimberg.com これシュレインバーグさんですかね、これ。シュレインバーグ。うん、schulimberg.com、 はい、はい、で横澤マルシェで検索しても出てきそうじゃないですか。あ、そっちの方が簡単ですね。はい、はい、ね、ぜひぜひ気になる方は検索してみてください。はい、はい、これが、ね、27日から29日、ね、はい、3日間開催されます。はいはいはい、そして、あの篠原さん情報をちょっとね、うん、あのぜひぜひお伝えいたします。篠原さん情報、まずね、明日がね、その金目町で歌っております。はい、そして、7月の30日の火曜日夜9時スタートになると思いますけども、こちらのスタジオで、インターネットテレビのノブカフェの生配信、見に来ていただいても結構ですし、番組の方をね、ネットでご覧になっても OK だと思います。スタジオで喋る篠原さんを見るっていうのはなかなかね、まあそうですね、うん、美味しい機会じゃないかなと思いますね。はい、そして来週になりますけれども、8月の4日日曜日、うん、稲村コミュニティ祭りということで、まあ、旧黒磯の方のね、稲村公民館、そちらの方で、イベントが9時半から午後の3時までとなっておりまして、こちらの方のステージで午前11時から篠原さんとラードがガツンと歌いますんで、うん、はい、こちらも楽しみでございます。お時間ある方はぜひ。あとはもうちょっと先になりますけれども、塩原の花火大会、うん、塩原夏祭りね、夏祭り、うん、それの時の8月15日の木曜日、はい、こちらの方も篠原さんのステージがあるということでね、楽しみですね。はい、はい、あと何か、余市祭りもあるんですが、朝市の話をます。あ7月28日、ね、日曜日、ね、朝、大田原の、山手ビル、栃木銀行大田原支店横の、ね、山手ビル駐車場にて、はい、日曜朝市開催されます。はい、フリーマーケットの奥で、ね、ステージがありまして、地元ミュージシャン、地元お笑い芸人等が、ね、はい、たくさん参加しますので、そちらもね、行ってください。朝8時からお昼頃まで開催されております。それと、来週ですね、8月2日金曜日と3日土曜日、ね、夜市祭り、大田原、はい、はいはい、こちら開催されます。ですね、こちらも、
夜市祭り自体は、交通規制が入って歩行者天国になるのが、午後2時から、夜9時半でしたっけぐらいですね、2日間、金曜日土曜日でございます。で、私次郎を含め地元ミュージシャン等々が出るステージがですね、あの大太郎の、パインズ、はい、ね、ね、はい、あそこの駐車場の中にステージ設けまして、はい、大体お昼3時ぐらいから夜、9時半ぐらいまで、あのちょっとなプログラムはこれから組むんですけども、はい、地元ミュージシャン、あとなんかダンスとかですね、まあいろいろダンスもなんかベリーダンスからキッズダンスからいろいろあるようでして、はい、なんかその辺を含めてステージ開催されますので、ぜひぜひお時間のある方、ない方もない方もね、はい、いらっしゃいください、はい、よろしくお願いします。はい、そしてですね、あの来週、うん、来週からって言った方がいいのかな、うん、ちょっとあのイベントとは違うんですけれども、あの、はい、ご連絡させていただきます。大田原地域職業訓練センターということで、はい、大田原地域職業訓練センターの方でですね、あの、職業訓練センターだから、あの、うん、まあ仕事に役立つ講座がたくさんあるところなんですけれども、うん、そちら の, あのワード講座、マイクロソフトオフィスのワードですね、うん、そちらの講座をね、うん、なぜかあの私がちょっと2週間ばかり、2週間じゃない、1ヶ月間か、あの担当することになりましてですね、8月の前半が、ポップ作成講座ということでね、あの、まあ、私あのパソコンの講習会の方もやってるんですけども、どちらかというとやっぱりマーケティング的な、うん、あの講習とかの方がまあ得意でして、まあ、それを合わせてワードのポップ講座でワードのデザイン基礎作業、うん、あとデジカメ写真のきれいな撮り方使い方とポップを活用して実際に、ね、お店でどうやって使ったら売り上げが上がるのかっていうのをね、うん、しかもあのデザインのセンスがないっていう方もいっぱいいらっしゃるんで、あの百何十種類のこうもうできてるデザインの中から自分の商品とかに、ね、こう名前だけ変えてもらってポップを作っちゃおうというね、かなり楽な講座を、うん、でこれ我々普通一般の業者がねこれをやりますと、うん、1万何千とかになるんですけども、うん、これ職業訓練センターだから6000円の破格値なんですよ、半額以下。8月1日と6日と8日と13日の全4回になりますけれども、はい、あのもし興味ある方は、大田原地域職業訓練センターの方にね、うん、お問い合わせいただければと思います。お得な感じですよね。かなりお得です。うん、はい、いいですか？そして、なんか高湯さんから、はい、見せられて、イベントのお知らせです。はい、石下ろし明菜さんという方です。はい。あら？石下ろし明菜さんっていう方のからのイベントのお知らせらしくて、Facebook の、はい、はい、アースのあるマスクラブ敷地内で小さなマルシェと音楽イベントがありますということで、27日土曜日ですね、11時から夕方6時まで入場無料で、アースン1地球、体、心が緩む小さなマルシェというタイトルと、その後夕方6時半からですね、野鳥の会っていう、なんだろう、これ音楽会？そうですね、なんですかね、なんかそのこちらの野鳥の会っていうのはチケットが必要らしくて、当日1500円で、ベッドワンドリンクオーダー制になっているみたいですね。そんなイベントがあるらしい。どなたなのに、なんかいろんなワークショップだったりとか、あと心と体に優しい癒し系な感じの出店がたくさんあるようで、あのマインドブロックバスターだったりとかですね、あと何だろう、ナナハさんのクリスタルボール演奏とかカードリーディングがあったりですとか、あとオーラソーマーってあれですね、カラーの関係のやつですね、2層のボトル のカラーを選んでそこから見ていくっていうやつであったり、あとチベット雑貨さんですね、タシダレさんですね、あと何
雪の下砂防さんとかスモーク工房ホタルさんっていう方々が出展するらしいですね。で、野鳥の会の方の出演者の方が安城雅人さん、ハープ&クラシックギターですね。で、あと岩崎和弘さんがアコースティックギターで出られるそうです。で、場所がですね、栃木県那須郡那須町大和田高久平1224那須クラブさんですね。あ、なんかコメントの方にアッキナ石下ろしさんのコメントで、レザークラフトの野良さんもいらっしゃいますと入ってます。なんかいろいろやってて楽しそうなので、お時間あったらぜひ覗いてみてください。ありがとうございます。いいでしょうか。ありがとうございます。そして高代さんがやってるイベントの、はい、参加者募集の受付が始まったんでしょ。始まりました、始まりました、うんうん、そう、それでさあ、サイトでこう告知という告知というサイトを開いて、はい、そう、そこに那須塩原より愛を込めて、こう心の数が心の初がプロジェクトって入れると出てきます、うん、そう、そのそのサイトを見て、お申し込みをよろしくお願いします。そっか、イベントが分かんないです。すいません。え、な、何日にやるの。8月18日に、はい、この蘇生アクアスでやります。ここの2階のね、そこの会議室です。はい、そうです、そうです。そこで時間は、時間は11時からのランチ付きイベントか、ランチ付きイベントが6000円で、午後1時半から、スピリチュアルな発信をしてらっしゃいます田村真由さんという方が来ていただいて、トークライブと、集まった方々に自分が直面している問題とかを話していただいて、それぞれの方々の自分自身の体験と照らし合わせて、実際に普段の暮らしの中で生かしていけるようなシェア会というのをやります。その直面している問題っていうのは、どんな問題が効果的なの？そう、それは、そう、それは、それは、本当に、普段、実際に暮らしている中で、超
直面するような問題で大丈夫です。だから暮らしで直面するってもさ、水道が漏れてるとかさ、隣のうちのおばさんがうるさいとかって問題じゃないでしょ。そうそうそう。だから どんな困ってる人がさ来るといいの。心の悩みとかっていうことです。何もないところで転んじゃう。そういう人も多分それもそうだと思う。例えばじゃあ どんな人がどんな風に良くなったとかって、それ話今までいっぱいあるわけじゃん。はい、うん、一つか二つちょっと紹介してみようよ。例えばそう、それまで、それまで職場で人間関係に行き詰まっていた方がいます。おお、そう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 、その方が、その方は、うんうん、いろいろ考えた結果、自分一人でと独立と、と独立して仕事をやろうとしました。そうそうそう、その途中で例えばそう、その方その方は ゆっくりでいいんだよ、ゆっくりで、慌てなくて。その方は知り合いの方からに日本語学校の講師をやってもらえないかという話をしました、されました。そう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 、それも日本じゃなくて海外でです。だからあのね、重要なところがいくつか抜けてるんだけど、はい、今の話に田村先生出てこないじゃん。だから職場で人間関係とかでさ、どうしてもあの苦手な人とか嫌な人とかがいて、そこにもう会社とか行くの嫌になっちゃったわけでしょ、もう。でどうしようかなって、もうでも会社辞めて、どの、うん、会社辞めちゃったんだよな、独立したの。まあでどうしていいか全然自分が分かんない時に、その人があの全国で活躍している田村先生の話を聞いて、あ、そうかって、自分が悩んでるのこんな小さいことじゃん、どういくらでも解決方法はあるんだって気がついて幸せになったわけでしょ。そうです、そうです、田村先生出てこなくてどうするんだよ話に。確かに確かに、そういうことがいっぱいあるから、うん、なんかねちょっと悩んでるって、それね、これから僕はどうなるんだろうとかね、あの仕事は続けられるのかとか、うん、なっちゃんみたいなね素敵な奥さんもらえるのかなとかさ不安がある方とかですかね、そう、うん、そういうことを、人生の不安みたいな考えてたって、もう自分一人で考えてると、あのこうぐる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 回るんだよね、で回り出すと大体ね、ほとんどの人がこうぐる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 が起こってくる。でもそういう人も田村真由美先生は全国でもう何千人も見て、こうね、こう上向きのぐるぐるにどん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 してるわけだから、そのお話を一回ねやっぱりもうシェアしていただければっていうのが高井さんの願いだと思うんだけど、ね、そうですそうです、あ、そうなの、素晴らしい、たまたま言ったら分かったんだ。
じゃあちょっと話くどくなったから篠原さんの曲でもちょっとだけ聞きましょうか。爽やかに、はい、ステップ。夢は夢で終わらない、まだ見ぬ世界へ、ずっと何も持たず旅に出よう。変わりゆく街の片隅に咲いてた変わらない強さ、いつか優しい気持ちに変えて知っては大人だなんだと言い訳してた。痛みの中から強く流ってくわけ。今この瞬間を守るために信じて向かって行こう。自分だけのストーリー一つ分しかない、篠原信之さんでステップでございますね。ではね、週末イベント情報も一通り話ができたということで、ね、まだまだ暑い日が続きますけども、皆さんもね、お体に気をつけて楽しい日々を過ごしていきましょう。というわけで、はい、それでは皆さんまた来週、さよなら。